アミノトモは東京都アキルノ市出身の元男子プロバスケットボール選手である。ポジションはフォワード。196センチメートル87キログラム。カブセ世代の一人。中学まではサッカー選手で東海大菅生でバスケを始める。その後、日本大学に進学し、2001年には埼玉市で開催されたヤングメン世界選手権に出場。2003年。 トヨタ自動車に入社。2005年 ICC ホースへ移籍し、プロ契約を結ぶ。2006年には世界選手権の日本代表に選ばれる。2007年にはスポーツマンナンバーワン決定戦にも参戦し、モンスターボックスでは南山誠の持っていたバスケットボール選手記録18段を塗り替える19段をクリアした。2011年6月1日付で、 遺跡選手リストに登録される。3日には、リンクと地にブレックスと交渉に入ったことが、報道された。6月10日、遺跡が発表された。2015年5月27日、現役引退を発表。引退後、筑波大学大学院博士課程を終了。2017年、白王大学の助教に着任、同時に、同大学の男子バスケットボール部の監督兼部長を、 努めている。ありがとうございます。